ラジャーベース、フェフェです。フェフェとバイランチャンネルでーす。いつもご視聴ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、早速ですが、9月の4日をもちまして、東京ディズニーシーが20周年となりましたー！ Time to shine! ということで20周年を迎えた東京ディズニーシーが今お祭りとなっているわけなんですけども、本日の動画は9月の混雑予想ということで、9月以降の東京ディズニーリゾートの混雑情報をお伝えしていこうかなというふうに思うわけなんですけども、さあ20周年となりました。ということで、じゃあむちゃくちゃ東京ディズニーシーって混むのかな、そしたらランドに行っとこうかな、あれそしたらランドの方がチケット取りやすいのかな。これからチケット取る方、もしくはもうすでに持ってるけどもどれぐらい混むんだろう、どのような準備していったらいいんだろう、あれがしたいこれがしたい、そのような方のためにまずは本日これぐらいの混雑の状況だよというのをお話ししていこうかなというふうに思います。さあ見ていただいたら分かる通りに、20周年の服を着てるわけでもなければ、むちゃくちゃ可愛いカチューシャが出たんですよ。スパンコールとキラキラ素材ですごくこうゴージャスでエレガントなカチューシャが出たりとかしたのをつけてるわけでもありません。ということで、この動画では混雑情報、回り方的なことをお話ししていきますので、グッズが見たいよっていう方は、アイアンさんが、10個ぐらいグッズ買ってすっごいわかりやすくすっごい楽しそうに、これがディズニーチャンネルっていうもう教科書みたいな動画を出してくれてるので、グッズが見たい方はあいにゃんさんの方へ行っていただいて、パークフードとかがこう見たいよっていう方はボービーさんとかそっちの方見ていただいて、このチャンネルでは混雑情報とかをお話ししていきますよということで、皆さんがね素晴らしい一日を作る少しの手伝いができればなというふうに思っております。それでは早速混雑情報をお話ししていきましょう。さあ、というわけで、混雑情報をお話ししていこうかなというふうに思っているわけなんですが、9月、まず人数ですね。どれくらい売ってるんだろう。これ人数を知ることによって、販売数っていうものが分かってきたりとかするので、これからチケットを取ろうっていうふうに思ってる方とかは、あ、それぐらいっていうことはこれぐらいまで売ってるんだろうなとか、そういうようなことも踏まえてお話ししていこうかなと思うわけなんですが、さて、その9月の人数、今のところ1万人ぐらいというふうに言われております。さて、この1万人ぐらい、どのようなチケットの販売の状況なんだろうっていうふうに言いますと、日にちを選ばなかったら販売されたその日、だいたい夕方ぐらいまでは三角で残ってたりとかしますよ。そんなような感じです。丸々1日経ったらもう全部売り切れちゃったりとかするんですけど、もう2時間で全部なくなっちゃうとか、そういうわけではなくて、日にちを選んだら、中にはまだ残ってる時もありますよ。夕方ぐらいだったらまだ残ってたりしますよっていうような販売状況なんですよね。ランドとシーどっちの方が早くなくなるのかっていうと、ランドの方がまだやっぱり少し先になくなるようなイメージです。ランドに行きたいと思ってる方、少し早めになくなったりとかするので気をつけた方がいいですよ。そして残りやすいのはやはり平日という風になっております。土日の方が若干数が多かったりとかするのもあるんですけども、やはり土日は結構早めに売り切れるので、土日しか行けないというような方は、なるべく14時ジャスト、水曜日の14時に販売となっておりますので、14時のジャストにスタンバるようにして、なるべくチケットを、取れるように頑張っていただけたらなというふうに思うわけなんですが、また動画の後半の方で、僕が他の方のチャンネルで知った、チケットの早い取り方、効率のいい取り方みたいなものを簡単にご紹介したいと思います。まずはこの1万人ぐらいがチケットそんな感じで売ってますよ。 C が20周年だけども、意外と C は、むちゃくちゃチケット取るのが難しいっていう風になってるわけではないんですよというのがわかるんですよね。これなんでかと言いますと、 C20 周年やったーってなってる方、この動画を見てくださってるような、僕も一緒ですけど、ディズニー好きな方なんですよね。やっぱり一般の方、あんまりディズニー行かないよっていうような方とかは、9月の4日はディズニーシーの誕生日ってなることがやっぱ少なかったりとかするわけなんですよね。シンドバッドが一番好きな乗り物ですって言ってるような人たちが、やっぱりディズニーシーのお祝いに積極的に参加してお祭りをこう楽しんでるっていうような状態でして、一般の方は意外とやっぱり新アトラクション乗りたいとかそういうのがあって、やはりランドの方がまだ若干チケットが早く売り切れる傾向があるんですよっていうことなんですけども、さてじゃあその1万人どれぐらい混むのっていうところですよね。聞きたいのはどれぐらい混むのかっていうところだと思うんですが、さてその1万人はどれぐらい混むのか、まず平日の場合のランドと C だったらスタンバイパスどれが対象になっているのか。このスタンバイパス対象になっているのが、まずランドの方はありません。基本的に平日はスタンバイパス、ランドはありません。そして C の方はソアリンとトイストーリーマニアがスタンバイパス発行対象となっております。8月はソアリンだけだったりとかしたんですけど、 C の方はソアリンとトイストーリーマニアもスタンバイパスになりました。でもスタンバイパスって発行の対象のアトラクションになったら基本的に並ばなきゃ乗れないっていう風になったりとかしたんですけど、トイストーリーマニアに関しては朝は少なくとも最初の1時間ぐらいは基本的にスタンバイで乗ります。スタンバイパスを取らなくても普通に乗れる。しかも待ち時間10分ぐらいです。そしてこのトイストーリーマニア、夕方以降昼ぐらいから普通に乗れるようになったりはします。なのでスタンバイパスも取れるし、並ぶこともだいたい1日のから半分ちょっと少ないぐらいは乗れますよっていうような。だからスタンバイパス取らなくても乗れますよ。でもスタンバイパス対象なのがソアリンとトイストーリーマニアだけなので、アトラクションに関してはそんなに急がなくて大丈夫ですよっていうのがまずスタンバイパスに関して。じゃあエントリー受付はって言いますと、平日の方はランドは新エリア関連、美女と野獣だったりとかベイマックスだったりとかね、そのようなものプラスグリーティング施設とショーがエントリー受付となっています。新エリア関連とグリーティング施設プラスショーはエントリー受付。じゃあ C の方はってなると、平日は今のところこの動画を撮っている9月の5日の時点では今のところエントリー受付はショーだけとなってます。グリーティング施設も平日はエントリー受付なしで並んだら会えますよっていう状態なので、さっきちらっと言いました C は僕たちみたいなディズニーがより好きな人が行ってる傾向がありますよ。これもう1個20周年というのと、グリーティング施設が平日だったらエントリー受付ないんで、やっぱりグリーティング施設に積極的に行きたいっていう風になる方が C に行く傾向がある。そうするとやっぱりエントリー受付なくていいんですけど、平日のグリーティング施設並んだら乗れるんだけども結構並んだりします。40分待ちとか結構あります。なのでディズニー好きな方でグリーティング行こう、じゃあ平日行ってみようという方は待ち時間は結構長くなったりとかするし、それを受けて今後エントリー受付に変わったりすることもあるので、それは前日とかにアプリを実際に見てみて事前にチェックして、実際にどうなってるかっていうのをチェックしてみてください。平日で言うとそんな感じです。スタンバイパスとエントリー受付について言いましたけども、全体的な待ち時間1万人になったら全体的な待ち時間はどうなるんだろう。スタンバイパス、エントリー受付について言いましたが、平日全体的に10分から15分待ちです。10分から15分待ちです。そうなんですよ。9月のディズニーリゾート、東京ディズニーリゾート空いてます。大丈夫です。皆さん安心してください。9月も存分に楽しむことができます。なので焦らずにゆったりと回れますので、まだ9月も暑いのでね、気をつけて回っていただいて。さて土日行くんだよというような方、お仕事土日しか休みないから土日にパーク行くぞっていうような方、土日に行かれるような方は、まずスタンバイパスに関して、ランドは同じくスタンバイパス基本的にありません。ただこれも今後人数が増えてきたりとかして、土日からまずスタンバイパスが導入される可能性もありますので、今のところスタンバイパスはありません。そして C に関して、こちらも平日と同じくソアリンとトイストーリーマニアです。これ平日と何が違うのかっていうと、トイストーリーマニア、さっき、スタンバイで乗れますよ、基本的に乗れますよっていう風に言いましたが、土日に関してはとりあえず朝は乗れる。そして夕方、昼過ぎ以降どのタイミングから乗れるかっていうのが若干ずれ込んだりとか、もうちょっと短くなったりはしますので、基本的には一緒なんですけど、トイストーリーマニアのスタンバイ、普通に乗れる時間っていうものが若干変わってくる可能性がありますよっていうのが、まずスタンバイパスに関する平日と土日の違いです。じゃあエントリー受付はって言いますと、ランドの方は変わらず、新アトラクション関連とグリーティング施設とショー、C の方のエントリー受付、ショーとグリーティング施設がエントリー受付となります。なので、グリーティング施設は平日だけ今のところは並んだら会えるよっていう状態。土日に関してはグリーティング施設エントリー受付となっておりますので、そこの部分お気をつけください。さあ、そんなわけで、アトラクションそんな感じですよ。そして、スタンバイパスエントリー受付があって、土日のアトラクションの待ち時間っていうものは、さっき平日はアトラクション全体10分から15分待ちっていう風に言いましたが、土日になってくると、マックス20分待ちだったりだとか、時間によっては30分待ちになることもあります。ただ全体的には20分待ち以下で乗れますので、ポイントポイントでぐっとアトラクションの待ち時間が伸びるタイミングがあります。それが例えばどういうようなタイミングかと言いますと、開園直後でアトラクションやってる数が少ない。10時半からアトラクション開始とか、11時からアトラクション開始っていうのが結構あるんですよね。そんな中で乗れるアトラクションが少ないよ。選べる選択肢が少ないよ。だからみんなそこに行くよ。例えばランドだったらスプラッシュマウンテンとかビッグサンダーマウンテンが10時半からスタートの日とかもあるんですよね。そんな時に最初にやってるのがスペースマウンテンなんですよ。なので、スペースマウンテンが少し最初だけ待ち時間伸びがち。でもその後落ち着いてくるとかありますので、全体的に鳴らしたら待たなくて済むんですよ。なので、開園直後とかは結構グッと待ち時間上がってたりはするんですけど、そこは焦らずに。というようなのが、まずアトラクションに関しての回り方とか待ち時間で言えることです。スタンバイパスとかエントリー受付とかも先ほど喋ったような通りなんですけども、今20周年で関わってくるのがグッズなんですよ。ボンボヤージュ、そしてディズニーシーのグッズ対象店舗。これがですね、9月の6日までスタンバイパス取って買いに来てねっていうような状態で、こっちのスタンバイパス取るのが非常に難しくなってる。6日、つまり明日まで行かれるような方でこの動画もし見てくれた方がいたら、そこのスタンバイパスが難しくなってますよっていうのをお伝えしておきます。ただ、今後ディズニーシーとか行く予定で20周年聞いてってさ、10月とかに行く予定だったんだけど、グッズっていうことはめっちゃ売り切れちゃったりとかするのかなってご心配の方、基本的に周年グッズっていうものは売り切れることもあるんですけど、基本的には販売見合わせとかでその後追加で、在庫また出てきたりとかしますので、基本的には落ち着いて大丈夫です。転売ヤーからはくれぐれも買わないで大丈夫。転売ヤーから買わないで大丈夫。きっと追加販売、大体のパターンであることが多いんで、あることの方が圧倒的に多いんで大丈夫。転売ヤーから買わない。絶対買わないで。転売ヤーから。絶対に。絶対買わないでください。大丈夫だから。大丈夫。20周年のテーマ。Time to Shine。ディズニーシーも。あなたも輝くとき、屈さないで、輝けるから、絶対大丈夫。そんなわけで、グッズに関して、いろいろ混雑があったりはするんですよね。他にも例えば、ガチャガチャ。20周年のグッズが、パークでガチャガチャがあるんですけど、それが20周年のグッズが出てたりとかするんですよね。それが200分待ち、300分待ちとかいう風になってたりとかして、今後ちょっとずつ落ち着いたとしても、ガチャガチャは基本的に混むもの。で、ガチャガチャは売り切れたりとかすることもありますので、ガチャガチャお買い求めの方はそこの情報をちょっと細かめに注意するようにしてみてください。ガチャガチャ今のところ非常に混んでます。はい。これガチャガチャ、時間を空いて追加販売とかあるんですけど、普通のグッズと比べたらガチャガチャは結構遅れて追加販売みたいなこととかがあるんで、ガチャガチャのこっちのグッズ、カプセルトイをご購入されたい方はそこの部分気をつけた方がいいということだけ言っておきます。はい。こちらも転売だけは絶対にしないようにっていうようなことでございまして、全体的な混雑具合こんな感じになってますよっていうようなお話でございました。そして、9月、そして10月、今販売されてますよね。こちらに関して、今後、そして今もですけど、毎週水曜日に販売しておりますが、すでに売り切れちゃった、チケット取れないんだよっていうような方ですね。これが、ちょっとずつ、ちょっとずつ、すでに販売されてる分、いわゆる新しく1週間分が出る。それの前の分、すでに販売されている分も、ちょこちょこ追加販売はされています。なので、日付を選ばなかったりだとか、もっと先の分で、休みまだ出してないから選べるよっていうような方とかは、追加販売が出てたりとかするので、そっちで取れる可能性もありますし、今後、追加販売の枠が増えてきたりとかする可能性が大きいと思われます。もちろんこれ緊急事態宣言の影響とかで8月同様にぐっと人数が下がったりだとか販売見合わせとかになる可能性ももちろんある上でなんですけども、このまま順調に進んでくれたらまた今1万人ですけども、ちょっとずつ1万5000人めがけて増えていくこともありますので、この追加販売お待ちの方は少なくとも出てきはしますよ。なので希望を忘れずに、あなたも一緒、まだチケットが取れてなくて諦めかけてるあなたも一緒。 Time to shine。 Time to shine。 シャインオン。なので諦めずにチケットを買えるように頑張ってみてください。さあ、そんなわけで冒頭に喋ったそのチケット取りやすくなる方法、非常に簡単にお伝えしたいと思います。概要欄にそちらの動画貼っておきますので、詳しく知りたい方はこちらの方の動画見てください。さあ、そんなわけでこちらで紹介されている方法はですね、僕も全く知らなくて、その動画見て、あーなるほどなーっていう風に思って、実際に僕もこれ挑戦したりとかしたんですけど、確かに時間は変わらない。チケットが取れるようになるまでの時間は結果的に変わらないですけど、全然疲れない。これはもう僕の話なんですけど、チケット争奪戦、チケット戦争っていう言葉、むちゃくちゃ嫌いなんですよ。多分みんなも嫌いだと思うんですよね。ディズニーに関して戦争とか争奪戦とか、なんかゲスト同士で取り合ってるみたいな状態嫌だよ、バルーンカチューシャを思い出しちゃうよみたいな、あると思うんですよ。20周年の今の遠方の中の店内の様子とか思い出しちゃうよ、ボンボの店内の中とか思い出しちゃうよ、チケット争奪戦という言葉好きじゃないんだよっていうような方ね、多いと思うんですよ。同じようにね、この方法を使ったら争奪戦じゃないじゃん。全然時間はかかるかもしれないけど、カロリーをグッと抑えれる。全然疲れない。そんな方法でございます。これがどういうことかっていうと、ものすごく簡単に説明しますと、このチケットつながるかつながらないかっていうものは、これが回転数じゃなくて、その時時間帯の話ですよ。なんで例えば10回クリックしたら1回だけつながる。もっと言うと100回クリックしたら1回だけつながるから、200回300回1000回クリックして何回アクセスできたのかっていうような考えだったでしょみんな。これが違うんだよってことなんですね。違くて時間帯によってつながりやすい時間、つながりにくい時間っていうのが人によって違うんですよってことです。これがよく友達とかとチケット取ろうって言って、今私繋がりやすいからさ、今行った方がいいよっていう風に LINE で聞いたから、急いで行ってみたら、こっち全然繋がんないんだけど、繋がんないよ、こっち全然繋がるのに、アプリの方で試してみたら、いやアプリもなかなかみたいなのあるじゃないですか。これはこっちの友達が今繋がりやすい時間帯にいて、私はつながりにくい時間帯にいるからっていうことなんですよ。だから人によってバラバラに不定期的に一定時間つながりやすい時間とつながりにくい時間がありますよっていうことなんですね。なのでつながりやすい時間が分かったら、もっと疲れずに今だけポチポチ寄って、あ、つながらなくなった、つながらない時間帯が来た、そしたらじゃあ一旦ポチポチ休もうというのができますよっていうことなんですね。じゃあそこをどうやって見極めるんだよっていう話じゃないですか。どうやってスター・ツアーズ乗って、どうやったらダース・ベイダーが出てくるのか、ストーントルーパーしかいないのかがどうやったら分かるんだよっていうような方ね、それは帝国軍のシフト次第なんで分からないですよ。それはね、その帝国軍のシフトでダース・ベイダーさんが今日いらっしゃるっていう時はダース・ベイダーに会えたりとかしますけど、そっちは分かんないですけど、こっちは分かると。スターツアーズの方は分かんないけど、こっちは分かるということで、どうやったら分かるかっていうと、リンクね、アクセス飛びました、あのみんなが見たくないあの赤い文字のただいま集中していますのあの画面があるじゃないですか。その時のリンクね、このサイトのリンクの部分が、東京ディズニーリゾートリザーブの後スラッシュがあって長く入っていたら今チャンスタイム、逆にスラッシュがなくて短く終わってるやつだったら今つながりにくい時間帯っていう風になってるわけです。なんでここのリンクが長かったら今あなたチャンスタイムなんでどんどんいったらいいですよっていうようなことなんですね。これが分かることによってカロリーが抑えれますよ、ダース・ベイダーが出てくるタイミングですよっていうのが分かるわけなんですよっていうようなことを紹介してくださっておりますので、詳しくむちゃくちゃ分かりやすくご説明してくれてる動画がありますので、ぜひともそちらの方をチェックしてみて、争奪戦という言葉が使わなく済むように、ぜひともこの動画見てみて、チケット取りやすいようにチャレンジしてみてはいかがでしょうかというようなことでございます。 SS コロンビアダイニングルーム、あ、パン屋のことね。さあ、そのような感じで9月の混雑情報、または10月、どんどんチケットがおそらく追加販売されていきますよっていうのを9月5日で分かる時点の話で、お話しさせていただきました。さあ、そして今冒頭に喋った通り Time to Shine ということで20周年なんですよ。むちゃくちゃ熱いんです。テンションむちゃくちゃ上がってるわけなんです。20年前、この海から一つの旅が始まりました。シャインオン、あのシャインオンと言っていたあの指が今度はタイムトゥシャイン、タイムトゥシャインって変わってきたんですよ。テンション上がっちゃいますよね。むちゃくちゃテンション上がるんですよ。確かにいますよ。なんか装飾ちょっと地味じゃない？アクアスフィアの前のやつだってさ、それこそクリスタルフィッシュジャーニーの時はドカーンだったのに、なんか円盤みたいなのあれだけなんかしょぼくない？ハーバーグリーティングのショーだけなんかしょぼくない？違う、そうじゃないでしょ、本当に思ってることは。タイムトゥーシャイン、僕はですよ、僕が思うには、輝くのは、パークはもちろん輝く。このコロナ禍という状況の中でもちろんパークも輝いている。でもそれ以上に輝くのは、皆様ゲスト、プラスキャストさんたちなんですよ。公式の方の動画で世界各国のアンバサダーから20周年をお祝いする声、そして公式から挙げられている皆様が遊びに来る前の魔法をかけてくれているキャストさん方が動画で映っていました。どうでしたか？輝いてましたよね。タイムトゥーシャインなんですよ。そしてあなたも輝ける。それがタイムトゥーシャインなんですよ。装飾、あそこで綺麗にアクアスフィアの前の装飾のあそこの、モニュメントのところで綺麗に収まるように写真撮ったりとかして楽しむもよし、パークフードを食べて楽しむもよし、普通にアトラクション楽しむもよし、ハーバーグリーティングでフェイスやるのもよし、タイムトゥーシャイン、輝く時はあなたなんですよ。いろいろなマイナスなことがツイッターですげえ流れてるけどさ、グッズがもうぐちゃぐちゃだ、キャストさんともうもみくちゃだ、取り合いだ、購入権の奪い合いだ、いろんな嫌なニュースが流れてますけど、それはヴィランズの話、ヴィランズの話、それはヴィランズが確かにいるかもしれません。そもそもとして今この日本がコロナウイルスというヴィランズにもう猛威を振るわれまくって、もう早1年以上という風になっているから、みんな心が疲れて少しヴィランズの方に気持ちがいっちゃってるのかもしれない。でもみんながやるべきなのは、ヴィランズが増えてきたから自分もヴィランズ側になって戦うんじゃなくて、そのヴィランズと戦っているオリエンタルランドさんを応援してあげることでしょ。みんなヴィランズで、もうヴィランズばっかりだから、もう自分もヴィランズ側に行って一緒になって戦うしかないんだじゃなくて、大丈夫。先ほど言ったように、グッズはちゃんと手に入るって信じれるし、グッズ手に入るように頑張ってくれてるからさ、こっちを応援しようぜ。ファンタズミックでミッキーすごい、もう悪夢だっていう風になってたけど、ミッキーの方を応援してたでしょ？アースラとかマレフィセントがむちゃくちゃやってるから、私もあっち側になって、もうハーバーからガガガガガって出ていっちゃえって思わないでしょ？ミッキー頑張れって思ったでしょ？ミッキー頑張れなのよ。こっちはもうヴィランズだと思って、ヴィランズと必死に戦ってるオリエンタルランドさんを、キャストさんを応援しましょう。こっち側のルールにのっとって、ちゃんと安全面とか考えながら楽しみましょう。輝ける時は来るんですよ。Time to shine なんです。なので皆さん、もちろん安全面、健康面、気をつけながら、それぞれ20周年楽しんでいただいて、グッズもたくさん出てますし、パークフードも今まで以上に豪華で非常に美味しそうなものを、グッズもすごくおしゃれでいろんなバリエーションのもの、たくさん出てくれてます。今までのセレブレーションより前のめりで参加できるような色々なものが揃ってる東京ディズニーシーでございますので、僕も遊びに行きますし、皆さんも遊びに行った時は全力で楽しんで、非常に素晴らしく輝いた思い出を作れることを心からお祈りしております。本日の動画は以上となります。また明日の動画でお会いしましょう。また明日。